お米さん。ごちそうさま。僕はそう言って、食べ終わったお茶碗を重ねた。だけど、ふと、誰かに見られている気がする。周りをキョロキョロ。なんでそう思ったんだろう。こっちこっち。お茶碗の中を覗き込むと、 ご飯粒がわずかに残っているのが目に入った。おーい、忘れてるよ。まだいるよ。ご飯粒が喋ってるええー、僕は怖くなって思わずお母さんが洗い物をしてる台所にお茶碗を慌てておいて出て行った。 お母さんは洗い始める。どうしよう。どうなったんだろう。心臓のバクバクが止まらない。でも気になってもう一度台所へ行った。お母さんに聞いてみた。ねえ、今僕のお茶碗洗ったでしょついていたお米どうだった お母さんは洗い物の手を止めた。あら、気づいてたお母さんがちゃんと食べたわよ。え、食べたのなんか聞こえなかった僕が変なことを聞くので、お母さんは不思議そうにしながらも首を横に振った。そうなんだ。 僕、今日お米さんの声が聞こえたかもしれない。僕はもじもじして、さっき会ったことを話した。そして僕は、お母さんがあのご飯粒を食べてくれていたのを知って、安心もした。お母さんはにっこり笑った。お米さんも、せっかく生まれたからには、 あなたに食べてもらいたいと思うわよ。だから話しかけたのかもしれないわね。僕は次の日のご飯はちゃんと最後まで食べた。お米って小さな粒が集まってたんだなあと思った。今日のお茶碗の中には何粒あったんだろう。 その時、ありがとう。また急に声がした。と思ったら、今度はお茶碗にちょこんと座っている小さな何か。僕がお母さんに声をかけようとしたら、すぐに消えてしまったけど、きっとお米さんは、 今日は喜んでくれてるんだろうな。よかった。僕もお腹がいっぱいで暖かくなった。嬉しかった。ごちそうさま。